はい、いらっしゃいませ。どうもミルカです。本日もよろしくお願いいたします。よーし、やっとできたぞ、やっとできたぞ。よし、行きましょうか。こんにちはよし、やろう。今日はようやくできる昼間のあつ森やっていこうと思います。音でっかいな。よいしょ。なんかたぬきマイレージ溜まってるのでやろうかな。なんだろう。ほい、まったりやっていきます。よろしゅうです。それで鼻になんかねついてる髪の毛かなはい、ゆなるるさんこんにちは。くじゃくさんこんにちは。いらっしゃい、ようこそ。今日はデッドバイデイライトじゃなくて集まれ動物の森3日目やってまいります。よろしくお願いいたします。結構ね、この間も2日目で、いろんな人に遊びに来てもらったりとかして、まあ、パンジーとか咲いてんの、うちまだパンジーとかないからすごい嬉しい。そう、ハチゾさんいらっしゃい。ニューゲートさんこんにちは。よろしゅうです。さてどうしようかな。先に資材だけ集めるか。あ、実はね、あれから生放送終わってからまあ、みんな帰ってからなんだけども、お家の増築いたしまして、さらなる借金生活を今行っているところですこんにちは。はい、のるんさんこんにちは。ほら、お家広くなったでしょ。だいぶちょっとまだ壁がトタンだからちょっとなんか怪しいけども、まあこんな感じでやってます。傘、葉っぱの傘収納しようかな。あとなんだ、浮き輪も収納して、適当にちょっとアイテム集めて売っていこうかな。そうだな、こんにちは。昼森、そう、マーベさんいらっしゃい。昼森です。癒される BGM、 本当にね、 BGM いい、本当に。あ、出た。お花って高いのかな。あんまりこうまとめて売ってるからいまいちわかんないけど、あ、テントウムシいた。まあ、こんな感じでバン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 取ってっちゃいまーす。いや、お花は結構ね、植えてるんでいっぱいあるんですよ、うち実は。何を隠そう、なんでそこら辺はまあ大丈夫でしょう。広くなったでしょね。で、いろいろ集めるのは集めて、あ、3で、これなんか売ってるんですよ、この人。人なのか。おいしょい、モンキチョ。よいしょ、よいしょ。この間生放送に来てくれた人が教えてくれたんだけど、夜に来るあの、ま、モンフォルなんとか町みたいな。あ、え、くそ、あ、あい、あ、お、お、お、取れた、取れん。そう、それが割と高額で売れるらしいので、その長女がいたらば、まあその長女ちょっと上手に。よいしょ、よいしょやっていこうかなと思います。あと昨日ね、昨日で実はね、夜なんですけど、夜なんですけど、昨日の夜にツイッター見た方は分かると思うんですけども、なんと何でしたっけ。そう、リュウグウノツカイ、リュウグウノツガイなの、リュウグウノツカイを無事に釣ることができました。で、どれだったかな、あ、ちょっと待ってね。リュウグウノツカイをうちの博物館に寄付してくれた方がいらっしゃって、あ、そうだ、ポッコリジェフさんだ。そう、ありがとうございます。リュウグウノツガイ、ツガイなのか、博物館に寄付してくださったので、もう一匹どうしようかな、売っちゃおうかなってところですね。漆黒の黒さん、こんにちは、いらっしゃい。
お引っ越しの日程、お引っ越し来るんだ、やったー、よっしゃおお、やったー やったね、おめでとう、よかったね。二代目さん、こんにちは、いらっしゃい。はい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 、なるほど。はい、なんですか、なんですか。おい、もう全部私やってんじゃんか、これもう仕方ないな。はい、おいおいおい、マジか。あ、ってかここじゃないわ、売るの。サッチサッチさん、こんにちは、いらっしゃい。今日はちょっと昼間から顔出し放送しております。ほら、商店街もね、たぬき商店も無事にできました。あれからさっちさん、ありがとう、パチパチと、ペンライトありがとうございます。ほら、豆吉かわいい、かわいいか。かわいい、めっちゃかわいい。よし、じゃあいらないのっていうか、どんどん売ってこう。よし、こんなもんかな。さあどうぞ。4845円、よし、いいぞ売っちゃってください。借金生活なんで、うちもめちゃくちゃに。かわいい、かわいい。あのリーダーさん、いらっしゃい、こんにちは。こちらではお初、3時のおやつにどうぞ、ありがとうございます。あ、ケーキありがとうございます。ノルさん、ケーキありがとう。いや、嬉しい。ケーキちょっと食べたかった。まだお昼食べてないんですよ。実はですね、あ、なんかいるな。あいしょ、アサリゲッチュ。先ほど、よいしょ、美容院行ってきましてですね。あ、じゃあ大丈夫。美容院行ってきて、髪の毛染めてきたんです。前回の顔出し放送から多分見ていただくと、だいぶ割とゴールドっぽい色になったんじゃないかな。前回は抜いたばっかりだったので、抜くだけ抜いてきた感じだったので、もうちょっとオレンジっぽかったんですけど、シルバーとなんか透明感出す薬剤といろいろ入れて、もらって、あと前髪切ったんですよ。そう、前髪切ったの。そう、前まで前髪がここの毛ぐらいまであったんですけど、そうなんです、無事にバッサリ切ってもらいました。間違えたさてどうしようかな。じゃあまたたぬきちんとこ行こうか。しゃあない、進めてこい、今のうちにね。リュウグウは普通の魚と違って釣るの大変なの。なんかね、全然出てこないの、本当に。本当に出てこないの。大変っていうよりかは、餌とか釣る、なんて、釣り竿自体は何でもいいんだけど、夜の、何時からだっけ ?9 時、9時ぐらいだっけ、まあ、とにかく夜から夜中のあたりしか出ないのね。そう。なので、ちょっと待って、髪の毛が透過してる。なので、そう、その時間帯に餌まいてあげて、で、その、なんていうの、今、魚が海に行くとはいるんだけど、その海にいる魚のランダムなんだよね。で、そんなに出ないのよ、そのリュウグウノツカイとか、あとカジキマグロとかマグロとかいるみたい。マグロっているのかな、私、カジキマグロは聞いたことあるけど、あとサメ、サメもいるみたいですね。あ、セレモニー参加したい、そういえば忘れてたわ。はい、任せてください。髪いい感じ、ありがとう。
たぬき商店、完成セレモニーを執り行います。イエーイかわいい。はい、かわいい。アミさんこんにちは、いらっしゃい、よろしくお願いします。かわいい、かわいい、めっちゃかわいい。お本任せなさい、やったね。たぬきちは商売上手だな、本当にね。本当にね、商売上手。気づいたらもうどんどん借金まみれになってる私が。お、オッケーオッケーオッケー、任せて。よし、シャッターチャンス狙え。ほか、オッケー。はーい。はーい。イエーイ。やったー。アダマス。でね、夜は夜で出てくる蝶々とか、まあ、虫とか魚とかも違うし、昼間と夜とね違うらしいので、そこら辺もなんか今のうちに釣ったりなんなりしていきたいよね。なんかアゲハチョウとかはいるんだけど、他もっとレアな魚とか、あの蝶々とかいるのかな。こんにちは。はい、スイニさんこんにちは。怖い森とは大違いね、本当にね。デッドバイデイライトーン。あーどうしようかな。あーで、たぬきちんとこ行って、なんか、お手伝いしなきゃ。住人の住む場所決めなきゃいけない。困ったな。君、自分でやってくれないのか？はい。背びれついてるのを探さないとね。え、背びれついてるのがいるの？夜だよね、でも。昼間はなんか、レアなやついるかな。あ、橋。わわわ、やったやったやった。橋ありがたい、めっちゃ。ピッポパ。橋の工事キット。わ、やった。橋の工事キットを作って。たらそれを使って実際に橋を架ける場所を決めてちょうだいね。へえ。え、橋何個も架けれるのかな。ちょっと見させて。レシピ。橋はこれだ。丸太の杭が4個いるとか、マジか。マジか。丸太の杭ってこれでしょ。木材、いや木材結構ねないんすよね。取るか木材。じゃあレアものはシルエットの時点で違ったりするのか。あのね、大きい魚で、大きい魚と中くらいの魚とかいっぱいいるんだけど、その大きさでしか違わなくって、大きい魚の中でもそのレアなやつ、これ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 、これとか、まあ、あの大きい、割と大きいけども、あとね、場所によってレアな魚が釣れる場所、釣れやすい場所とかがあるらしい。おいで、カモンボーイ、おいしょ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 、鈴木。もうね、この鈴木ばっかり釣れんの、本当に。で、この間も生放送中に、わ、すっごいでっかいの出てきたと思って釣るんだけど、どれ釣っても鈴木なんだよね。あとこういう水がピュッて出てくるところからは、スコップで掘ってあげるとアサリが出てきて、このアサリを取ったらば、アサリがなんか魚の餌に、DIY でね変更できるみたいです。
よいしょ。あ、もうここら辺はもうやったのかな。あ、よしよしよし。あ、ただこのね、一番奥のこの色の木材、これが欲しいの。くー、あーあー、参ったな。あ、壊れた。石尾の今までありがとう。作んなきゃな。普通の斧だと壊れちゃうでしょ。しゃーないな。斧、斧、斧。あ、これね、魚の巻き餌をアサリ1個で作れちゃう。そう、安定の鈴木。そう、鈴木ばっかり釣れんのよ、本当に。テントウムシいる。作っとこう。よし、斧作れたらいいけど、石いるんじゃなかったかな、斧。確か、あ、処方の、あ、木の枝と石。はい、はい、買ってもいいんだけどね。さあ、行きましょうか。あー、待って、この辺、まあ、いいから、鈴木も売ればいいので、一回じゃあ服、あー、普通の斧あるんだよな。そうなんだよな。木の枝と石あった。石、もうこれでちょっと一回やっていきましょう。あと、この間ね、生放送で皆さんからいただいた果物もうしっかりそこら辺に、そこら辺って言っちゃ悪いけど、まあ、そこら辺に植えましたので、何日か経つとちゃんとその実がなってくれるはず。梨とかさくらんぼとか、あのオレンジとかね、すごい楽しみです。はい、これから石斧作って、はい、レッツゴー。処方のもう一個作ろうかな。ハントレスの手斧、これこれね、それっぽいよね。いや、いいかな。一回これで終わりにして、素材集めよう。ね。はい、来られた方いらっしゃい。こんにちは。いらなそうなやつは、石と枝がひとまずいらない。これでいっか。で、木材をいっぱい取りに行こう。うん。まあ、割と木はいっぱい植えてる方なので、ゆっくりまったりと狩りに行こうかな。この辺は多分取ったかな。そうね。取ったね。取った取った。あ、この辺いけるな。で、硬い木材と、柔らかい木材と、お、ちょちょちょ。あと木材ってやつがあって、お、ラッキー。この外側が茶色いやつが木材で、色が薄いのが柔らかい木材で、今回欲しいのがこの木、あの黄色くないやつね。これが必要なのよ。よしよしよし、いいよ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 、よっしゃ、いい。とにかく集めとこう。なんか時間空いたときに、生放送をやるときじゃないときとかに、なんかアイテム集めとこうかなと思うんですけど、死ぬ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 、あー、ダメだ、間に合わん。あー、刺されて思った。ウィーン、あっかん、やって思った。お薬あるからいいか、ひとまずこのままで。やってもたわ。くー、しゃーないね。やられた、刺された、間に合わなかった。焦って連打しちゃった、やばい。よし、
が発動せず発動できんかった。 したかったわ。あ、早くない潮の。あれこんな早かったっけ壊れるの。もう一個あるからもう一個を使っとこう。で、あの橋はいっぱい作りたいぞ。結構さ難儀じゃないですか、あの棒を使うの。あと棒のところはうまくなんか上手に使わなくてもいいようにしたい。ストック開けときたい棒の分。このこれね、高飛び棒、これがあると今橋がないけど一応川を渡れるんですよね、飛び越えて。もうそれがなくていいんだったら全然いっぱい作りたいぞ。よしよしよしね、よいしょ。お、なんだ、マイレージ貯めたいからありがたいの。お、ほい、よっしゃー、タヌマイゲッチュー。水やりか。お、ウッドカッター任せなさい。お、アキちゃんさんいらっしゃい、こんにちは、こんにちは、いらっしゃい。ハートありがとう、ハートありがとう。ありがたし。蜂出たら少し逃げた方がいいみたいですね。そう見た、やられてもった。こんにちは、まだまだ在宅仕事が続いてて。暇してます。あとあとあと、たたたさん、こんにちは。いらっしゃい。ぜひぜひ、楽しんで見ててください。ゆっくりまったりと。あ、出た出た出た。風船。違う違う違う、これを。あ、どこにある？こっち行った？はい。あ、この辺か。はい。あ、あれプレゼント、よし、ゲット。プレゼントなんだろう、開けよう。お、布団、マジか、布団はちょっと嬉しい。出た出た、布団出た。あと今日ね、ちょっともう撮っちゃったんですけど、朝お金のなる木からようやくお金が取れました。無事にこのまま頑張って育てようと思います。お金のなる木って、お金のなる木を例えば掘って違うところに植えたりとか、それか掘ったところにまたお金植えてもダメなのかな。ここら辺の情報はちょっとあまり持ってないんですけど、知ってる方いらっしゃったら教えてください。パンを掘ったか。せやね。木は何にせよ、こうやってアイテムがいっぱいもらえるから、木材ね。結構ね、使うんで、取っといた方がいい。あ、消防のありがとう。まあ、結構取ったんじゃないこれ。ね。何がいるんだっけ、木材と、あ、木材だけでいけるいけるいける、よしよしよし、これ作っとこう。布団枚数ありがとう。ミルカさんこんにちは、昼放送嬉しいです。アキさんいらっしゃい、こんにちは、よろしゅうです。丸太の杭もっと作るぞ。たところにそのまま埋めてもお金できましたよ。あ、本当にやばい、ちょっとさ、もうどの木か分かんなくなっちゃった。今度やってみる、ありがとう教えてくれて。そっかそっか、だとありがたいな、だいぶね。来られた方いらっしゃい、こんにちは、よろしくお願いいたします。ちょっと鼻声で申し訳ない。ひとまずこんなもんか。あー、作れるじゃん、作ればいいじゃん。そっかそっか、じゃあ今度作ろう、また量産しよう。あれまだ、あ、そっか、こんだけ作ってやっと1個作れるんだもんな。もうちょっと作りたいね。もう4つか、あ、まだあと2個作れる。橋2個ぐらい作りたいな、2個か3個ね。あ、ミルカさん、蜂に刺されたの？そう、さっき、ついさっき刺された。刺されてもうた。
じゃあ粘土と何だっけ、何がいるんだっけ、あ違う違う違う、粘土と石、はい、OK、作ろう作ろう、いっぱい薬やったらちょっと飲もうかなね。結構ね、いろいろもらったんです、もらったっていうか、この間生放送した時にもらったのもあるし、これリュウグウの使いね。あとはなんか結構ね、プレゼントがさっきの風船みたいな感じで降ってきたりだとか、レシピもらったりはしてるので、26個だわ、少ないよね。マジか。石と、あ、石となんだっけ、あれ石と、え、忘れちゃった。あ、粘土だ、ね、粘土忘れた、危な。で、お薬飲んで、あれ、あ、びっくりした。お薬飲んで、ハイパーたかしさん、こんにちは、いらっしゃい。顔出し、顔出しだよ、いらっしゃい。これで作れるでしょう。あつ森はいろんな人の個性が出てるから、よいしょ、出てるから見てて面白い。あ、本当に結構個性出るか、なんかすごい楽しい。ちょっと面白すぎていろんなところにいろんなものを置いてぐちゃぐちゃですけどね。よし、1個作るぞ。もっと作る。これでもう1個丸太の杭を作れば、もう1個橋作れる。ひとまず2個作ろう。お布団なんかどっかに置きたいね。家の中置こうかな。あれ、どこ行った？あ、下に行っちゃったのかな。え、あれ1個しか作れないんだけど。え、もう一個作りたいよ、橋。え、迷うわ、だと橋作るの。一個だったのか。え、どうしようかな。迷う。え、迷うわ。迷うな。どこにしようか。今、右下見てるんですけど。迷う。そっか、その後はたぬきちさんとこでまたお金使って工事提案されます。マジか。もうお金だらけや。もうたぬきち、たぬきち、お前ってやつは、お前ってやつはここにしよう。もうどこでもいいや、うちの近くにしよう、わかりやすく。はい、どうぞ。え、斜めになっちゃった。そういう感じ？じゃあもうちょっとあれか。ちょうどいい長さじゃないとってどういうこと？あそこってこと？もしかして海岸沿いとか、ここってこと？ここにつけろってこと？もしかして、あ、違うの？あ、違うんか、違うんか。ここにしよっかな、ここにしちゃおうかな、ここにね。向こう岸までがちょうど良い長さで、両岸かまっすぐな場所じゃないと。じゃあこういうとこってことか。あ、もうこれじゃ決まってんだね。こういうことや。ここにしよっかな。じゃあ気持ちよ、斜めってる、斜めみたい。イエイ、やった。同じ方向、カーブがないとこだったらよかったのか。まあどこでもいいよね、この辺だったら。オッケー。じゃあ余計なもの、結構作っちゃったな
丸太の杭またどっかで使えるといいな。よし、まあこれでまたたぬきちんとこ行けばいいな。たぬきち作ったぞ。君のためにだいぶ作ったぞ。まる、あ、お布団戻しちゃった。お布団なんかやりたいよね。ベッド欲しいな、ベッド。かわいいのないかな。木材、ちょっと収納して。ちょっと待ってね。これで、お布団は、これか？かわいい 懐かしい布団。ここの上に置けらんないの？お布団は。あ、下に行っちゃった。じゃあこれ取って、これを、日当たりのいいとこ行こう。いや、違う違う違う。寝ちゃった。日当たりのいいとこ行こう、こうやって。はい、ここにしよう。向きなんか嫌だな。あ、違う違う違う。どうすればいいんだっけ？下やって、かわいい。あ、しこう。オッケー。いいよ。じゃあ行こう、たぬきちんとこ。うさぎ父さん、パンありがとう。古き良き布団だ、ほんとね。なんか、渋い。渋川。はい、行こう。柄がかわいいね。かわいかったね。懐かしい感じで。こんにちは。はい、ルーヤンさん、こんにちは。いらっしゃい。ミルカさん、お初にお目にかかります。ありがとう。お褒めの言葉、感謝でございます。ありがとうございます。ミルカさん、どうもどうも。はい、どうもどうも。やったぞ。できたよ。明日には出発するよと。お家の準備。これで聞けと。悪いやつだ、たぬきち。こちらから話しかけさせないとってことやな。ハウジングキットを3つ持ってってほしい。えい。任せろ。お家だ、どうしようかな。おい。おい。レシピ教えてもらった。やったぞ。はい、なんじゃ。あ、なんかいける。あ、 DIY レシピ増えた。やったー、やったー。マイルだんだん増えてってる。嬉しい。マイル増えると嬉しいね。よっしゃ、行こう。でれん。よし、じゃあどこにしようかな、お家。あんまでも遠くない方がいいよね。商店街の近くにしようか。ここら辺が結構空いてるとこあるでしょ。ここら辺にしようかな、じゃあ。みんなお家近くにしよう。1号地。ちょっと待って、もうちょっと。あ、広場？広場？みんなが集まる場所。まあ、じゃあここら辺でいっか、ひとまず。じゃあ、斧で木を。バッサバッサ。あ、バッサバッサ。おいし。おいし。はい、君も。はい、バッサバッサ。よいしょ。どうしよう、これでいいかな。これで。あ、違う、広場にかかってるからってことか。あ、広場になるかと思った。やばい、結構大きい。やってもたわ。早とちりした。まあ、いいか。いいことにしようか。ちょっと綺麗になったと思って。建物同士が近いとダメかい。
すげえ近いな。ちょっとどうしよう、ここ近いな。ちょっと近すぎるから、ちょっと違うところにしよう。参ったな。どうしようかな。だとちょっと近すぎるから違うところにしようか。どうしようかな。でも近い方がいいよね。あ、そっか。なんか食べよう。これなんかあったよね。あったあった。どっかにまた木植えよう。伐採せずとも。これ一回戻して、で、はい。あ、違う、ここ。あ、惜しい、惜しい惜しいよ、惜しいよ。あれ、あれ、これで掘れんじゃないの、切って。あれ、あ、食べてないわ。食べなきゃ、忘れてた。食べよう、お腹すくわ。まだご飯食べてないんす。みんなご飯食べた？そういえば、これでいける。おりゃ、オッケー。でこの辺にしようか。はい、いいよ、決めちゃおう。イエイ、オッケー。次行こう。スマホが鳴ってる。なんだ、この基地すぐ近くなんだから来なさい。一軒見つかったよ。ほい、ほいほいほい。へえ、今担々麺とシューマイ食べた。あ、いいっすね、担々麺とシューマイ。室内用家具チェック。あー、これを、これを作るってこと？そういうこと？マジか、結構大変だねこれ。じゃあ 3軒分でしょ。この辺に置いちゃおう。うん、あ、いいよ、いいよ。イエイ、たぬきちたぬきち、なんだ、お、お花で作るリースがあるんだけど。おー、あ、ここではしごのレシピもうもらってるんだけどね。もう、はしごのレシピを、ドンキーのこんちく、こんちくは、はい、どうしようかな。ちょっとこっち側はちょっと無理っぽいし、だいぶ栄えてきたね。こっち側、右側にも一軒ちょっと置けれたら置きたいな。あ、でもお花結構あるんだな。ここら辺にしよっか。ちょっとここら辺の木を、はい、置けて、やむ、人使いが荒いぜ、本当にね。なかなかだぜ。よし、じゃあここに決めよう。ほら、行け。ケイ、これで木をちょっと植えよう。はい、あ、もうちょいこっち側か。はい、こっち側にもう一個桃の木植えよう。で、花のリースだーだーと、あ、テントウムシ。さて、参ったね。何がいるって？これか。あ、違う。桃のチェアとかずるない。私が欲しいぞ、これ。手押しポンプ、鉄鉱石、粘土。あ、まあ、やってくれるわ。あ、で、バラか。バラだったらあるぞ。結構売っちゃったから、取り行こうか。
やったかな、もしかして。いけるよね、まだあるよね、どっかに。あ、そうそう、やっぱタケノコをね、この間取ったの見て、ちょっと成長してる。あー、バラないか、もう積んじゃったかな。ね、初見です。はい、みゆちさん、こんにちは、いらっしゃい、よろしくお願いします。ぜひぜひ楽しんでいてください。なんかあのこここうした方がいいですよとかあったら教えてください。全くわかんないんで、初どうもりです。よし、はいはい、あったあった。あと白いバラやな、ちょっと白いバラないわ、どうしよう。こんなバラが枯渇すると思わなかった。結構売ってもったな。黄色いバラと赤いバラあるんだけど、白いバラないや。枯渇、バラ枯渇。あ、ゲチュー。桃もなんかいるよね。桃もさ、売った方がいいと思ってめっちゃ売っちゃったのに。まあ確かまだ左側に桃確かまだ余ってるんで、桃も。じゃあ取りに行きましょうか、ね、こんにちは、先日は失礼いたしました。リプ見ました、鈴木さんだったからね。そう、大丈夫ですよ、まだまだ鈴木めっちゃ取れるんで、いいよ。おかげさまでお金いっぱい貯まってます。あ、こっち側あるじゃん、めっちゃバラ。圧倒的枯渇、貝殻をしてる。あ、え、バラ、バラがなんか落ちちゃったっていうか、どっか行っちゃった。確かこっちはもう行ったから、じゃあここほい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 、私と同じ地形の島です。あ、嬉しい、同じ地形とかあるんだ。そっかそっか。おつおつおつ、いらっしゃい、オスオス。あ、パタッチありがとう、ペンライトありがとう、ペンライトありがとうございます。よし、ここでしょ、これ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 、お金、お金の木がなるところ。ここ今地面光ってるじゃんか、ここを掘って、ちょ違う、絶妙すぎ。ここを掘ってあげるとお金が入ってて、ここに、1万ベルを、違う、埋めてあげると、ほい。するとこれも、お金のなる木ができますよということでございます。いいよね、夢があるわ。出るか。よし。桃側のチェアってなんちゃ果汁たっぷりやな、いいな。ミルカさんの目が泥になってる、夢がありますよね、いいことや。うっしうっし、いっぱいいっぱい集めて。あ、びっくりした、背びれが見えたと思ったらこれだった、マジか。てかすごいいっぱいあるんだけど、何これ。なんでこんないっぱいあんの、ここに。何これ、どうなってんの、誰か置いてった。いや違うよね、そんなことはないよね、こんないっぱいあることないよ。なんか、うわ、これでいいかな、ひとまずは。まあ、ひとまず1個ぐらいできるのか。はい。間違えた。はしごやなくてこっち。よし。釣れたかい？おー、3号店。はい。屋外やつ？あれ？これじゃないな。室内用。あれ？ここじゃないのか。え？これさ、それぞれにやんなきゃいけないの？ここに？
か結局作ってないから意味ないわ。作らなきゃ。この辺なんかなかった今。ここら辺も花あるけど黄色いバラなんだよな。いきますか。作れる。よし、バラのリースを作っちゃう。オッケー、元作ろう。あとは何がいるの。これ桃のチェア、桃のびっくり箱。なんじゃそりゃ。柔らかい木材。かわいい。これ作れて。木材結構使うの。これ作ってよ。葉っぱの傘。あとこれもいるの。手押しポンプ。鉄鉱石使うやんか。マジか。亀？はあ、粘土。あ、ね、粘土でも結構あるよ、そういえば。よかろう。来られた方いらっしゃい、こんにちは。マジか。一回じゃあ余計なのを、ま、桃は、あ、お金は別に財布に入れればいいでしょ。じゃあ、素材になりそうなものを。え、桃のびっくり箱あるんだけど。いつ取ったっけ、忘れちゃった。木材と粘土。あ、粘土6個しかないじゃん。嘘、粘土取りに行かなきゃだ。これもしかすると鉄鉱石。鉄鉱石この間ねたくさんいただいたので、おかげさまで。ひとまずこんな感じかな。ワンチャン雑草いるかもしんないからちょっと持ってこうか。こんなとこでしょ一応。あ、やばい、結構いっぱいいっぱいだわ。ちょっとじゃあエビス貝とこのサンゴとかを収納して、巣箱、あ、そっか、巣箱は収納すればまあいけるでしょう。まあいけるだけに。ポケットにめっちゃ入ってる。そうそうそう、ポケットもね、割と収納術を手に入れたのでいっぱい入るようになったよ。お部屋おしゃれ、ありがとう。まだまだ広くしたいよ、お部屋ね。作れる。どっから作りゃいいんだこれ。いや結構粘土使うわ。粘土取りに行かなきゃ、マジで。手押しポンプ、うわマジか、結構こう粘土使うわ。いや粘土やばいわ。え、これ持ってるからいいじゃん。だってもう葉っぱの傘は。マジか、粘土結構売っちゃったんだよね。いや何に使うの粘土と思って、使わないわと思ったら今使うわ。これは、いや粘土使うな、かなり使うな。いやこの、これ別に粘土のおもちゃ持ってるよ私。まあいいや、なんか適当に作ろう。ひとまずこんなとこか。あと作れるのあるかな。これはもう持ってるんだよな。葉っぱのやつなんだ、使うかな。そう、先に持ってこうか。まいったな。じゃあ採掘しに行かなきゃ。んこれ収納して、葉っぱの傘を持って行きましょう。マイケルだけにといえば、すごいマイケル愛に溢れてる家作ってるけどね。いやほんとね。ウェルクラさんでしょ、いましたよ。気が狂いそうですよ。いい意味で。マイケル好きだけども、めっちゃいい絵作ってる。 ああいうの作りたいけど難しそう。あ、積み木、あ、積み木あるぞ。積み木あるけど
テーブル、バラのリース提出。バラのリースあるよ。はい、はい。他は、やっぱ家と家の間を近くしなきゃいけなかったね。はいはい、提出できる。あったあったあった。いや結構しんどみ。はい、屋外用と屋内用なんでもよくない。ないわ。一個一個こうやって見ていかなきゃいけないんだ。概要ってなんか、あーガーデン、はい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 、こりゃ大変だ。室内用は、お家具提出あるかなんか。お陶器のジャグ、オイス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 。粘土取り行ってきます。私粘土、マジか。外に行かなきゃだ。売ってないのかな。ね。家の倉庫から提出できたらいいのにね。本当にね。できたらいいんだけど、まあ、そこはちょっとリアリティ含めて。おい、何ニコニコしてるんだ、たぬきち。はい、結構ね、あの2段階目のローンね、割といい感じにあの返済してるんですよね。もうちょっと、もう6万ぐらいだからもうちょっとだ。じゃあいいや。いいです、別にいいです。じゃあ預けて、荷物を預けてちょっと島に行きましょうか。よしよしよし、ちょっと待ってね。はい、ただいま。さて、あー、荷物を一回置いていって、いやーちょっとね、粘土2個はちょっときついね。旅に出ます。これはキャンプベッドは別にいらない。これでいけるかな。まあまあまあ、あとはポイントで買える。葉っぱの傘もいらなかった、結局。これと、はい。あー、あと石斧作らなきゃな。作るってか、買ってこうかな、石斧、もしだったら。うん。石斧を買って、それでやっていこう。ちょっとお買い物して、行きます。あ、チケット持ってくの忘れた。やってもた。仕事中こんにちは。この時間の配信なんか嬉しい。あー、徳さんいらっしゃい、こんにちは。お仕事中お疲れ様です。ありがとうございます。いらっしゃいませ、マセ。はい、これで石を、はい、買っちゃう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 。あとは今んとこいいかな。はい、どいておいて。お徳さん、ペロペロキャンディーありがとうございます。ペロペロペロキャンディー、ペロペロキャンディー。リュウグウの使いはめっちゃレアなの。めっちゃレア、めっちゃレアってか全然出てこない。本当に、まあ、釣れるっちゃ釣れるんだけど、
あ、そかそかそか、チケット持ってこなきゃ。ミルカさんこんにちは。はい、こんにちは、いらっしゃい。今日も美しい。あら、メレモンさんありがとうございます。よし、でチケットを、チケットどこやったっけ。あれ、チケットがないんだけど。あれ、え、あれ、チケットない、なくなってる。あれ、どこ行ったんだろう。え、チケットってどうなってる。あれ、こん中入れたんだよな。こっち入ってないよね。え、私間違えて売っちゃったかな。え、そんなバナナ。テレワークしながら BGM として聞いてます、ありがとう。洗濯ありえるわ、やばい、ない。まあいいや、ポイントね、割と結構頑張って貯めてるんであるからいいけど、タヌポイント。マジか、売っちゃったかもしんない、なんかの表紙に。まあ、や、買いましょう。うん。昨日一回ね、一回だけ離島には行ったんだけど。おい、旅行券ちょうだい。え？いや、もう売った覚えはないんだよな、間違えたとしても。なんか交換しようかな。ほい。この辺はいいかな。あ、なんか増えてる。あ、増えてないわ。大丈夫です。よし。なんじゃ、呼んだか？オッケー。風船出たらいいけどな、風船。さあ、行くわ。一回行っちゃったらなくなるのでは。あのね、三つぐらいあったんですよ、三つぐらい。そんなね、三つあったうちの一回行ったのを覚えてるんだけど、忘れたな。お出かけしたい。おい。おい。旅行券使う。おい。出発！よし。実はこういうの楽しみ。あ、そうなんですね。そう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 。一回だけ行って。ラジオ、すいません、大丈夫ですよ、もちろん。てててこれめっちゃ可愛いいいよね。おーい、グッドラック。じゃあ行くぞ、狩るぞ。ほれ、まずモモモゲッチュ。石、おい、からの、なんか魚いる。釣りたい。でかくない？君なんかでかくない？ちょ、そっち向くの？しかもこっち向いて。あ、来た来た。ブラックバスよくいるんだよな。でっかいとびっくりして取っちゃうよね。よし、じゃあ早速ワイの石斧が火を吹くぜ。木材も欲しいんじゃが、さ
さっき石拾うか。石ね。こうやって後ろを2箇所持ってあげて、で石斧で叩くと。お、粘土来た、粘土来た。よしよし、よし、オッケーオッケー、おいっす。これね、後ろになんて掘ってるかっていうと、後ろに掘らないとこうなんかね、カチンってやった、石を叩いた時にカチンってなって後ろに下がった拍子に、あのね、1回しか取れなくなっちゃうんですよね。それ知らなくって、まさか後ろに穴を2回掘らなきゃいけないなんて。岩から1個しか石取れないよと思ったら、そうやってやるらしいです。皆さんぜひ知らない方いらっしゃったら試してみてください。石取って、もう真後ろね、真後ろを向いて、まあ、取ってあげて、でここでこんな感じ。いいね、粘土いいよ、粘土いいよ、粘土欲しいよ、粘土来い、粘土来い、もう一個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 、終わったか。で最大8個かな、3、4、5、6、7、ふい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 。昔のゲームの小技みたいで楽しい。いや結構ねいいよ。ふい、木材も欲しいんだけど、で昼間の方が明るいし、なんかすごい色が鮮やかなんでめっちゃいい。夜やっぱどうしても活動っていうか、まあ、ゲームすることが多いんで、昼間こうやってできるとまたねちょっと違った癒しがありますな。あそこ掘れるな、しかも掘りたいな、下のとこね。よいしょよいしょ、よし行くか。処方の、いけ処方の、頼む。鉄鉱石めっちゃ出るけど、粘土欲しい、粘土欲しい。マジかマジかマジか、鉄鉱石だわ、鉄鉱石ゾーンだと。あ、オッケー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 、いいよいいよ。鉄鉱石も欲しいんだけど、今粘土の方欲しいな。まいったな。こっち行こうか。で降りて、ポキポポキポ、何が入ってるかな。化石ゲット。よっしゃー、もう一回登ろう。あー、こっち行って感じしようか。行けた。あ、こっち側行ったっけ。行ってないよね、まだやってないね。でここもスコップで2個掘って、よいしょ、掘って処方のでいきます。鉱石いっぱい出た、鉄鉱石。そう、鉄鉱石よりも粘土欲しいよな。粘土何個ぐらいになったんだろう。粘土結構貯めた気がするけど、こっち登って桃取ろうかな。じゃあ桃、はい、よし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 、これで終わりか。わあ、粘土何個今。まだでも11個足りない足りない。11個じゃ足りない。マジか。どうしようかな。お花持ってこうか。あともう1列ぐらいあるから。そうだな、お花取ってこう。じゃあ。植えたい。
あ、違う。ふいふい。こっちゃす。早川木さん、こっちゃ、いらっしゃい。ありったけ持ってけたらいいんだけど。よいしょ。たまにああいうところにね、コイがいたりするんですけど。どうですかね。野花ちょうだい。めっちゃ魚いる、あそこ。あ、いっぱいになっちゃった。そうか。入れ替えよう。ブラックバス逃がそう。じゃあね。違う違う、雑草めっちゃ取るやん。雑草取っちゃうよ。なんかいる。取ろうかな。はい。君は誰だ？うい。うい。ほい。おお。お、タイ出た。めでたい。ちょっと空きがないな。入れ替えよう。売るといい練りになる。雑草と入れ替えよう。ぽよ。ありがとうございました。楽しかった。じゃあ帰ろうか。木材ちょっと取っていくかね。はい。足りなくなったらやだもんね。片木と柔木あるんだけど普通の木材ないんだよね。あ、壊れた。もう一個なかったっけ？あれ？持ってなかったっけ？タイちょいレア、めでたいだけに。ちょ、お兄さん。アンプラ。え、道具欲しい。石斧ちょうだい。消防の交換する。おい、どうも。おい、任せろ。じゃあ処方のでもうちょっと取ろう。あ、ここ取ったっけ。あー、普通の木材欲しいよな。ないな。うわ、全然取れないや。マジか。まあいいや、お金にしようか。最悪、結構あり余ってる気がする。来た来た、よしよしよし。あ、普通の木材持ってなかったか。マジか。じゃあどうしようかな。いや、じゃあ木の枝と入れ替えよう。じゃあね。いいね。普通の木材欲しいでは、ある、ある、ありがたい。マジありがたい。出ないね。はい。ういういうい。ちょっとごめん、取れない今。今取れない。よしよしよし。よし。口当たりの切り株で DIY できないの。できるんだけど素材持ってないの今。最低限しか持ってきてなくて。そうなんですよ。だったら買った方が早い。あ、壊れた。いいかな。一旦戻りましょうか。帰る。オッケー。よし。
よし。じゃあ今ある分でどうにかしてこう。粘土、粘土、粘土。いけるか？はい。あ、作る前に、作る前に花植えてこう、ちょっと適当に。ここら辺植えてあるけど、ここら辺にしようかな、じゃあ。ここらに、一丁置いとくか。間違えた。ほい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 。もしかしたらまた今度、色とか揃えまくるかもしれない。ほい。ほら、あるだけでめっちゃいいっしょ。気分最高や、お花あるだけで。めっちゃいいわ。なんでお花はなるべく摘んで帰るようにします。さて、桃のチェア木材5個。木材使うわな、かなり。ほい、桃のチェアできたでしょ。いいぞ。どうしようかな、この辺でしょ。こんなもん、こんなものはさ、うちで作ってないのにさ、うちで使ってないのにね、人っちのために私がせっせこらと作るわけですよ。どうですか、これ。お金もろてもいいやつやで、これ。はい、これ元、ん？亀作ったっけ？作った気がするわ。あれ、こっち作ったんだっけ？あ、陶器の弱作ったんだ。やばい。やってもった。やばい。痛いわ、今のは。今の間違いめっちゃ痛い。花の色分けで M を描けるよ。あー、そっかそっか。そういうのもいいね。でもただすごいむずいと思う。超でっかいドットみたいになるから。頑張れ、ありがとう。石のスツール。おい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 。良さそうなの作っちゃって。もっと作れるか？親切心を最大限に利用してくる。本当にね、やってくれるぜ。あ、石がいるのか。石だったらあるよ。でも石あるよ。どんどん石使ってこう。じゃあ下にチェック入ってるよね。よね、石あるでしょ。30個。はい、木材、粘土、今あるのはこれだけじゃ。これでどうにかしてもらおう。はい、作るぞ。よし、石のテーブル作っちゃって、はい、せっせこらとも作るわけですよ、こうやって。なんかね、聞いたところによると、なんか勧誘っていうか、離島に行った時に勧誘できるんですけど、その勧誘するキャラクターのおすすめみたいなのあるんですけど、なんでおすすめって思ったんだけども、こういうことだったのかな。そういうことじゃないのかな。あ、粘土足りないわ。粘土足りない。マジか。粘土もうちょっと足りない。粘土、粘土欲しいな。こっちか。粘土欲しいわ。提出。カメ。はい。あ、あれ？石の、あれ？屋外用に石のやつあったよね。石のスツール。あ、え？自分でやればいいのか。あー、設置すればいいわけね。ふーん、設置までさせちゃうわけね。ふーん、そうですか、そうですか。石のテーブル、
形を良くじゃん。マジか。そうですか、そうですか。結構じゃあ広々しなきゃいけない感じやんね。粘土に翻弄されるミルカさん、本当だよ。粘土どうすりゃいいのよ。陶器のジャグ、はい、あ、違うわ。え、桃地屋も置いてていいの？待って、分かんない、桃地屋違う気がする。何がいるんだっけ。物干しロープ、むむ。1号機、あれ2号3号どっち。こっちか、違う、こっちか。はい、君何がいるの。はい、積み木か。ミルカさん、お、橋本ぶどうさんいらっしゃい、こんにちは。いらっしゃい。あ、バードバスなかったっけ。私なんか持ってた気がするわ。ほら、なんだろう、これ。そう、陶器のジャグもあったんだよな。桃のチェアってここじゃなかったっけ。ナチュラルガーデンチェア。うーん、あ、戻っち、ペンライトありがとう。仕事戻る、ありがとう。お仕事ファイト、頑張れ。またね、ありがとう。室内用のやつ、木製チェア。ふーん、手押しポンプ、丸太のスツール。丸太、マジか、丸太がいるんだってよ。へえ。桃のチェアと陶器ジャグ。あれ、桃のチェアって誰だっけ。屋外用、もしかして。違うわ、桃のチェアも作っちゃったのかな。もう一丁行かなきゃだわ、これ。ここか、ここに。ちょっとちょちょここんちゃっけ、桃系の人。あ、桃のチェアあったわ、マジか。え、じゃあもういらないじゃん、桃のチェア。マジか。欲しい人がいた時にあげよう。なるほどね。忙しくて今からお昼ご飯です。あー、お疲れ様です。顔出し、生放送とか癒しすぎる。ミルカさんありがとうございます。こちらこそありがとう、遊びに来てくれて。忙しい中、お疲れ様です。ありがとうね。ぜひぜひ、楽しんでいてください。何を持ってことじゃないっけ。あ、違うわ。私が陶器のジャグと桃のチェア収納して、何がいるんだっけ、あと全部なんかあるなかったっけ。あ、積み木のおもちゃはあるんだけど、同時進行で作業しちゃうと忘れちゃうね。ほんと忘れちゃう。タルはいらないし、な、わげ、な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 、わなげ。これとこれと、これも作ったんだよね。これか、あと、手押しポンプ。これか。びっくり箱あるな。なんか、びっくり箱あるから、それじゃあ持ってこう。これだ。でかい。びっくり箱持っていって、え、でもさ、他のさ、その、なんだっけ、やつ知らないよ、私。これか、積み木なんて、あ、この辺いるんだ。マジか。ふーん。あ、積み木のおもちゃ使うんだ、これ、今度。マジか。積み木のおもちゃめっちゃ使うじゃん。柔らかい木材。あ、柔らかい木材だったらあるから、積み木作っちゃおう、じゃ。なるほどね。なるほど、なるほど。作ろうか、じゃあ作ろう。積み
きをまずやわもくで作って、やわもくとまた粘土使うとか嫌だけど、これでいっぱい作ろう。まず来られた方いらっしゃい、こんにちは、どうもミルカと申します。今日は集まれ動物の森ちょっと続けてやってます。よろしくお願いいたします。よいしょ、作ろう。職人です。あれ、これ何が足りないの？ヤワモクがいるのか、マジか。積み木とヤワモク。ヤワモクいっぱいあるぞ。一旦じゃあ終わりにして、ヤワモク持ってこう。積み木結構やばいね、積み木系。ここで木材だからこの辺か。あった、ヤワモクポケットから取り出す。これでいけばいいんでしょ？さあ、いけるかな？何作ろうかな？これ。よし。だいぶ進んだっしょ。この辺いるかちょっと分かんないけど、もう作っちゃうわ。これ何？積み木コンポ、これあったっけ？わ、すごい、ちゃんと動いてる。かわいい。これ普通にかわいいんだけど。積み木のものじゃ作んなきゃ。1個作って。積み木のコンポめっちゃかわいかった。鉱石も使うんか。いいよ。めっちゃかわいい。家の周りがお花畑。そう、お花いっぱいあった方がいいなと思ってお花いっぱい作ってます。わりかしお花は今のところまだ初期段階だけども、いっぱい作ってる方かなと思いやす。そう、お花だらけにしたいよね。やっぱ癒される。室内用家具、びっくり箱あるぞ。もうびっくり。よし、じゃあこれでここはひとまずあれだね、びっくり箱で、ここの第1号は OK。 ちょっと体育座りすいませんね。屋外用は物干しロープ。物干しロープってなんじゃあったっけ。物干しロープ、これ何、これマルタガーデンベッド。物、あー、これだ。木の枝10本だったら今作れるから作ってきちゃおうかな。めんどくさいもんね、またあっち行ったりこっち行ったりするの。木の枝持ってないから持ってこよう。なるほど。木の枝、あ、意外と21個しかない。嘘。結構存在な扱いしてんのかな。いや違うか、結構素材で使ってるのか。木また揺さぶらないと。まあいや、作ろう。これよいしょー、これで OK。 ほんで戻って、物干しロープをもうこの辺ちょっと一旦適当に置いちゃいます。はい、いいでしょう、割とちまちまと置いちゃったけど。次は室内用陶器じゃなく木製、奇形なわけね。屋外用、はい、丸太、はい、丸太系ですな。ここの3番は木材系なの。 OKOKOK。 あとは、あ、積み木のコンポあるよ。テーブルとコンポか、結構作っちゃった積み木系。はい、どうぞ。よし、嬉しい、嬉しいぞ。屋
害用のやつをナチュラルガーデンチェア、あらそっじゃあ必要なもの見ていきましょうか。ナチュラル、これか、木材、また木材いるの。え、木材結構使うな。木製テーブル、え、木製テーブルミラーあるな、うちに。え、これ使うのか、マルタスツール、やばいな。結構あの硬い木材だったら結構いっぱいあるから、この辺先作ろうか。あとはあ、これでしょ、手押しポンプ。あと何がいるんだっけ。あ、これだ、ナチュラルガーデンテーブル、硬い木材。あ、硬い木材系は結構あるからいいかも。完了していくの楽しい。確かに動きが可愛い。これめっちゃ可愛いよね。わかる。じゃあ硬木使ってやっちゃおう。やれるやつやっちゃいましょう。やれるやつ、口回ってないよし、やるぞ。で、片木、2個ぐらい。と、鉄鉱石いるっぽかったよね。使ってないやつを収納。よし。行こうかな。家の中の壁紙とかもどんどん変えたいんだけどな。作るぞ。え、これかわいいわ、普通に。おいおい、からのからの、こちらも作っていく。よし。で、あとはちゃぶ台、ちゃぶ台はいいな。これだな、マルタのガーデンなんちゃら。と、木製シングルベッド。まったく木材貴重なんだから、もう作っちゃおう。木材やばいわ、ほんとないわ。取りに行かなきゃ。マルタスツール、はい、結構 いっぱいできたよ。作ろう。ワイルドベンチ、よいしょ。やっほー、はい、はい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 、オッケー。あとはいいかな、作れるやつで。ここら辺はいいとして、これだよね、手押しポンプ。まだ作ってない。手押しポンプはまたちょっと後やな。よーし、行くぞ。ほれほれほれ。あ、ここはもう終わってるから、屋外用のやつや。ナチュラルガーデンチェア、ナチュラルガーデンテーブル、オッケー。じゃあそうしましょう。ナチュラルガーデンチェアを飾って、ナチュラルガーデンテーブル、あー、マジか、これ置こう。はい、わ、いいじゃん。ちょっとこれちょっとあれやな、気になるな。急にこだわる、気になってしょうがない。そうそう、こんなもんでしょう。ここ室内用の家具、家具の種類が豊富すぎてびっくりです。本当ね、結構豊富なんですよ、まさかの。どうしよう、提出しよう、忘れちゃうよね。
木製シングルベッド。あ、そっか、もうこれしかできないんだった。屋外用家具、丸太ガーデンベッドスツール、 OK。 丸太のスツール飾って、あ、結構ちっちゃいわ、ガーデンベッド。ちょちょちょ、もうちょいこっちやない、ちょちょちょ、そう、もうちょっと、あ、ちょちょちょ、寝たわ、寝ちゃった、違う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 、めっちゃ寝るやん、そうそうそう、よし、オッケーオッケー、じゃあマジか。あとは何がいるんだっけ、粘土と、何がいるんだっけ、あれ、あれ何がいるか忘れちゃった、うっかりお昼寝しちゃう。手押しポンプと、あれ、なんか普通の木材で作れるやつ、サイドテーブルだっけ、あれ、すごい忘れちゃった今、これ見てみよう、忘れたから、忘れたからには見よう、ここでしょ、ここじゃなくって、あれ、ここも終わってるわ、あれ、あともう一個、じゃあ屋外用のやつが当て押しポンプでしょ、で中のやつが木製チェア、あれ、木製チェア作んなかったっけ、木製チェア、あ、木製チェアが、これか、木材か、ほう、オッケーオッケー、ということであれば、ちょうど木材とか枝とかいろいろあるから、ちょっとあの木の枝ゲットして、で手斧作って、手斧というかボロ斧作って木材集めよう。よいしょ。OK。よし。いけるか？あ、全然落ちないじゃん。マジか。頼む。よし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 。いよいよよ。さあどうなるかな。はいはい、どうもどうも、順調だよ、お、おーい、ちょっと借りるぜ、この作業台借りるぜ、これで処方のを何個か作って、で木製のやつを作れるようにしなきゃ、はい、OK、 あ、もう作んない、もう作んない、いよいよ、よし、じゃあ素材集めよう。そうなんだよな、またちょっと岩が欲しいもあるから、そこちょっと怖いけどな、来た来た、木材来た、いよいよよ、いや、ほんと
木材枯渇するわ。結構取ってるな。本当にね、仕事上手、本当にお仕事マン。よし、オッケー。よしよしよし。はいはいはい。いけるか。ありがたい。普通の木材めっちゃありがたいぞ。ちょっと木材集めにしてるのでゆっくり見ててください。頼むで。よしよしよし。あ、処方の壊れた。もう一個壊れたら戻ります。よし。で、あれ、石山もうもう2個あったわ。よっしゃ。うん、いけるな。あ、これ素材集めしてくれるなんかあれがあるといいね。ツールがあるといいね。よいしょ、いけるか。よいしょよいしょ。はい、来られた方いらっしゃい、こんにちは。わあ、来ないか。マジか。来てほしいよ。登って、あの木硬そうだけど硬くないのかな。そういう感じじゃないのか。あ、ちゃんと取れるね。よかったよかった。いや、木の木材さえ取れればいいよ。よいしょよいしょ。あれ、この木材結構普通の木材取れやすいか、もしかして。え、すごい落ちてくるじゃん。木の種類によって出るの違うのかな、出やすい木材が。ほら、結構割と普通に出てくるよ、1個ずつぐらいは。だったらこの木めっちゃ植えるわ。普通の木材ゾーンにしたいな、ここね。1個は出てくる、1つの木に。ほれほれほれ、ほら、それ結構貴重やな、この木。ほらほらほら、あ、取れた。早い。もう一個いけるか。初見です。もしかしてデッドバイデイライトとかなさってる方ですか。そうです。ゆきみさん、こんにちは。いらっしゃい、よろしくお願いいたします。ミルカと申します。普段ね、YouTube とミルダムでデッドバイデイライトの生放送と、あと動画上げてます。 YouTube の方で動画上げてますね。生放送はミルダムと、YouTube でやってって感じになります。よろしくお願いします。もしかしたらどこかでね、生放送とかで見たことあるなって方もいらっしゃるかもしれませんが、よろしくです。今日は昼間にできるうちにちょっとやってます。お仕事の合間に。今何時だ。ああ、3時55分。オッケーオッケー。まあ、今後もこんな感じでちょっと仕事の合間にちょっとね、昼間にもまあ、デッドバイデイライトとか、あとはなんだ、まあ、こういった別のゲームもできていけたらいいかなと思いますので、昼間ちょっと昼休みとかね、時間あるよって方は見に来てください。よろしくお願いいたします。フォローまだお済みでないよって方はぜひフォローの方もよろしくです。よいしょ。
構取ったでしょう。ふい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 。これか、OK だ。まだ慣れないな。あ、あ、取れなくなってきた。マジか、欲しいよ。欲しいのよ。あ、壊れた。よし、じゃ戻ろう。処方の壊れた。よし、戻るぞ。結構すぐ壊れちゃうな。工具箱とここにスプリントバーストの絵が飾ってあります。あとね、これ、使えるようになりました。これこれこれ、表情出せるようになりました。よいしょ、ほい。木の木製チェア、あれこれだっけ、あれこれでいいんだっけ。木製チェア作ろう。あ、奥にカマキリいる。めっちゃリアル。リアルやな。やっぱり工具箱だったんですね。そう、これ工具箱なの。これほら、こうやって閉めることもできる。で、開けることもできると。そうなんですよ。で、発電機もこの間いただいたので、ちょっと発電機も島に飾りたいなと思ってます。どこだったかな。あらは発電機、アウトドア発電機、今のとこ2個あるので、ちょっと頑張って作れるようになりたいな。これちょっと置い、あ、その辺置いちゃった。丸太ベンチ収納して、で、木材結構型木がいっぱいあるので、一回置いていって、で、またあれですな、タイ一回収納しようか。粘土集めいきましょう。あ、買うしかできないのか。収納できないんだ。桃も一回収納して、木製チェアちょっとあれして、よし、やろう。これって、あ、違うわ。あ、いるか。じゃあ、一回木製チェアを置いてから旅でよ、離島行こう。あ、ご制約、おお、こっちか。屋内提出、これでここは屋内は終わりでしょ。オッケー。これで室内用は揃ったので、あと粘土を揃えてなんとかやっていこうと思います。この辺にお花植えよう。はい、石斧と、あ、まあ買い物もしてから行くけど、ひとまずじゃあチケット買って、もう一回斧を購入して、で、出ていこう。出ていってやる。ほい。参り旅行券ちょうだい。よし。おい。やめとくぜ。
構細かい作業多いんですね。そう、なんかね、いろいろ多いんですよ。種類もすごい豊富だしね、まあ、その分リアリティがあって楽しいですけどね。そう、ここにこのたぬき商店が、お店ができたので、ここでちびちゃんたちとお話しして、いらっしゃいませ、ありがとう。ここで、処方の一個ずつなんだよな。ほい、買っちゃう。もう一丁。ほい、買っちゃう。間違えた。もういい。オッケー、ありがとう。よし、では行くぞ。離島へゴージャユダルルさん、ありがとうございます、ありがとう。よし、じゃあ行こう。パンをじゃない、パンもらったのもパンのことで頭いっぱいになっとるやん。パン、よし、はい、お出かけするぞ。いマイル旅行券行きたい。おーい、出発。さあ行くぞ。おお、つぶきち、まめきち、どこにいるかと思えば商店とかかわいい。そうそうそう、お店作ったんですよ、めっちゃかわいい。ファイトです、ありがとう。お水もらおう。入ってますから、メッセージボトル、気合の入ってるお前かわいい。鉄骨、お、鉄骨、やった、鉄骨渡りできるぞ。すごいあれだな、ここ魚いっぱいいる。ちょっと釣りたい、ちょっと釣っていい、こんななんかこうでかくない、そこの魚。よし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 、お前だよお前だよ、頼め頼め。よし、うぅー、あ、鯉じゃないこれ、鯉だ、かっこいいよし、なんかあれだな、マイレージ溜まっとる。あ、お魚5匹釣ったからか、やった。鯉は高いのかな。釣りがめっちゃ上手くなってる、すごいです、ありがとうございます。結構ね、この間生放送中にもったいない素振りしまくってたんで、よかったです。ちょっとずつ上手くなってくれるといいな。あ、これで終わりかな。よしよしよし、
よ、粘土来てるよ、粘土。よし、桃は一回後にしよう。した後にして、他の岩場がないかな。あったあったあった。で、ここでパチンコじゃなくて、こっちスコップ。ほいほい、よし、いけるか。粘土欲しいぞ。あっ、あー、やだー、気持ち悪い。うちうち、うちうち出てきた。あー、気持ち悪いよ。どっか行ったわ、しかも。電流も流したいとこだね。そうだね、本当にね、一回電流流しておきたい。鉄骨渡り、ほい、よし。あ、意外とちっちゃいな、島が。ほい、よいしょ。あ、掘りづらい、ここ。めっちゃ掘りづらい、どうしよう。誤算だったな、粘土。ちょっと桃跡もらって、よいしょ、よし。これさ、帰りさ、降りれるといいね、そのまんま。はい、降りよう。よしよし、ひとまずこんなとこかな。違うわ。ほい、桃、桃、桃、ほい、桃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 、めっちゃありがたい。ん？こっちなんかある？あ、ないか。うわー、めっちゃいい、綺麗。びっくりした。バッターもちょっと怖い。びっくりした。よし、これで桃は取ったでしょう、割と。あ、なにこれ、なにこれ。え、かわいいかわいいかわいい。は、見て、かわいい。え、これなにこれ。あ、お花に擬態してるやつや。あの、カマキリでしょ。え、かわいいかわいい。花カマキリ捕まえた。花で待ち受けるハンター。え、これめっちゃかわいい。あ、スクショ撮っとけばよかった。見せびらかせる、これ。見せびらかす。ででーんスクショ撮ろう。あれ、スクショ撮ってたっけ。これか。前にハゲハチョウも止まってるし、やった。可愛いけど虫、わかる。虫苦手だけど、でも可愛いから許しとこう、今のは。色味めっちゃ綺麗、本当にね。おー、やば。多分そんなそうそういるやつじゃないんじゃないって思いたい、勝手に。あとはどうしようかな。ちょっと待ってね。あと1、2、3、4、5、もったいないな。5個どうしようかな。お花にしようか、釣りしようか。釣りするか、せっかくだから。もうちょっとさ、よさみの深そうなところで。
餌もあるから餌も行っている？あ、ちっちゃちっちゃ、まあいいよ。昼間の釣れるお魚まだ釣ってないんで、どこにいるか全然わからん。え、釣れてる？おお、音で判断。アジ、アジか。アジは釣ったわ結構。はい、でっかいでっかい、え、でっかいよ。ちょっと待って、でっかくない？え、すごいでっかくないこれ。もうちょっと前行ったらば、え、ちょっと待って、すごいでっかくないこのお魚。え、こっち向いて、こっち向いて、こっち向いて。あ、ダメだ。こっち向かない。この辺？来るか？いける？あ、こっち向かない。見向きもしない。あ、どうしよう。こっちってこと？あ、違うよね。ここだよね、絶対。あ、違うわ。待って、どうしよう。はい、こっち向いて、こっち向いて。え、全然こっち向かないんだけど。振り向いてくれない。こんなに私は、待て待て待て、来たでしょ、これは。これ来たでしょ。あ、来た来た来た。昼間も釣れたよ。やったありがとうございます。リュウグウの使い、釣り上げたリュウグウ城からのお出迎え。すごいでっかかったもんね。ありがとうございます。パチパチありがとう釣ったったわ。え、昼間にしか出ないって聞いたんだけど、夜も出るんですね。ありがとうございます。いや、よかった。わあ、拍手ありがとう。あ、橋本武道さん拍手ありがとう。すごいでっかかったもんだってリュウグウの使い出た。マメさん、パフェありがとう。漆黒の黒さんもパフェありがとう。タタタさん、タタタさん拍手ありがとう。ナビさん、グッチョブありがとう。つったったわ。アキシャンさん拍手ありがとう。やってやったわ。ちょっと気が良くなったから、もうちょっと巻こう。ちっちゃアジだな。お味はいかに。いいよ、やってもたやってもた。あ、リュウグウの使いは一日中取れるんだって。あ、そっかそっか。アキちゃんさん拍手ありがとう。ありがとうございます。釣ったぞ、やってやったぞ。ちょ、嬉しいからもう一回やろう。おいや、もうさっきよりもちょっと、さっきよりもだいぶサイズ感ちっちゃいんで、やっぱり鈴木でしょ。はい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 。あ、どっち？カレーだ。え、結構でかかったけど、マジか。ちょっと嬉しいからもっと釣ろう。うん、いよいよよ、いよいよ。で、マグロ釣りたいよね。ちょっとマグロ釣るか、戻って。でさ、え、でもマグロが夜だっけ。アドレナリン出る、めっちゃ出る。なにこれ、初めて見た。アンチョビ、アンチョビ。今のアンチョビは塩辛くないのね。マジか、食べた食べちゃった。あ、カメムシだ、やだ、あっち行って。あー、やってやったわ。マグロって夜だっけ。ちょっと待ってね、昼間に取れるお魚ちょっと調べてみようか。
あ、待って、なんかでっかいのいるぞ。でっかいのいる、なんか。何？なんかでっかいのいる、調べようとしたら。これは？誰？君誰？このでっかいやつ。ヒラメだ、でかいでっかい、いやヒラメもでっかいよね。ちょっと待って調べようかな。昼間に出るやつ、うん、厚、あれ待ってね、厚盛り、昼間釣り、3月に出現するお魚一覧、北半球、アンチョビ取れたでしょ。シーラカンス、え、シーラカンスが取れんの、すごいね。一年中、はえー、リュウグウの使い、タイ、イシダイ、スズキ、カジキ取りたい。デメニギス、初めて聞いた。ヤマメ、大イワナ、へえ。崖上、ゴールデントラウト。崖上ってどういうこと？崖の上？結構まだ取ってないやついっぱいいるな。え、でもさ、やっぱカジキマグロ取りたいよね。カジキマグロが確かあれでしょ？こういうとこじゃないで。釣りにハマった女の末路です、これが。よちょっと待って、釣りマスターだ、マジで。ポケットいっぱいか、じゃあ逃がそう。いやー出たわ、リュウグウの使い。一回戻ろう、ちょ満足したわ。え、もういいよね、すごいいっぱいで。これ濃いでしょ、濃い確か高いんじゃなかったっけ。来た、来たかどうか分からんな。いや見えないやたら見えない。錦鯉とかいるよね。錦鯉がいいんだっけ。ちょっと全然向かないじゃん。こっち向いた、向かない。あ、向いたっぽい、向いたっぽい、向いてない向いてないぞ。はいはい。いや待って待って、全然向かない。どっち行った。わあ近い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 。で全然見えない、ここ。あ、入れ食い。あ、鯉だな。どうしようかな。入れ替えよう、じゃあ。もうカレー結構出てるから逃がしたら。ぴょん。カレー大丈夫？こう。まあいいや。楽しみましたよと。帰ります。本来の、ちょっとあの、動き方じゃなかったけど、よしでしょう。アタックチャンス。いやびっくりした、釣れた。まあ、ちょっと日が落ちてきたね、だいぶ。おかげさまで取れましたこれまたスクショ撮ろう。ツイッター用によし、よし釣ったぞ。放送中に釣れると思わなかったな。いや立派だ、ほんとね。どんぐらい売れるのか見てみようかな、お魚ね。うちにまだ1匹リュウグウの使いいるんで、それをちょっと
あれ、蜂？蜂かな今の。ミツバチ？ミツバチだ。はい。あ、取りたい取りたい。よし、取れた。博物館行こう。かわいい。あ。入れ替えなきゃ。桃いいきゃ。桃一個いっぱい。プリ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 。で、一回博物館入って、まだ、入れてない動物たちを入れよう。動物たちを。かわいいわー。ふうたくん。かわいい。ふうたくんかわいいわ。寄贈しよう。ミツバチ、ハナカマキリ。あ、リュウグウの使いまだ入れてないけど、いいのかな。じゃあ入れよっか。アンチョビ。おい。おーい。オッケー。あとはいいかな。ここ博物館もできたんで、今度遊びに来てくれた方いらっしゃったら、どんどん入っててください。っていうと、まあ、コイとかをじゃあ売りに行く感じになるかな。間違えた。で、あと家具を作って、で、納品して終わりにしようかな。おい。え？間違えた。売るんだ。おい。やっほー。つぶきち！かわいいわ。つぶきちめっちゃかわいい。あ、橋本ぶどうさん、ハートありがとう。あざます。マッセー。あ、化石あんの忘れたわ。まあ、いっか。こんなとこかな。わーい、3500円になっちゃった。3500ベル。よし。ほんじゃま、家具作り行きましょうか。ほら、ご制約完了。もう、ご制約完了。完了。あ、では、そろそろお仕事戻りますので、待ってくださいね。橋本ぶどうさん、また遊びに来てね。ありがとう。癒されましたということで、ありがとうございます。まったりしました、私も。さあ、作るぞ。木製チェア作ったし、何がいるんだっけ。これだ。手押しポンプだ。手押しポンプを作って。よし、これで終わりかな。本当はちょっと釣りしたかったけど、また今度にしよう、それは。カジキマグロ。カジキマグロはまた機械にして、はい。はい。室。機械。はい。あ、そうか、手押しポンプ置けばいいのか。ここに置くわ。あー、置けないわ。はい、ここに置こうか。はい、飾る。あ、なんかやだ。うお。はい。うお、見せた。めっちゃ嬉しい。これでオッケーでしょう。もう一回話しかければいいのかな。はい、どうもどうも。全部終わったよ。ありがとう。なるほど。
君に日本管理は、どうぞ弁護するだろう。入力に任せるは、サラン入力情報が出るから、興味があるならお聞きくれね。おーい。手紙ならどうでもいいの。どうぞ、君に出すの。あ、そうだ、俺。なんじゃ、はい、どうでも。なんだむむ、そうは、チャンネルも。サク？あ、いいね、サクいいね。素朴な木製の柵を50本すごいいっぱい。おーい。おー、柵もろた。やった。オッケー。あ、桃。あー、ということで、ちょうどじゃあ、今日一日分のやることはこれにて終わったっていう感じかな。せっかくだから、ちょっとこの辺にお花ちょっと植えようか。ここ。あはい、まあ、ということで、まあ、今回の、ひとまず1日やること自体はこれにて終わったみたいなんで、あとはまあ、まあ、時間ある時にね、あの進めて、また、生放送でもね、やっていこうと思いますんで、ぜひぜひ遊びに来てください。で、また夜もね、あの、今日はちょっとまだわかんないんだけども、まあ、デッドバイデイライトとか、あの、いろんなゲームの生放送を見るためでもやっていきますんで、ぜひぜひそちらも遊びに来てください。ありがとうございます。ルアナさん、拍手ありがとう。ありがとうございます。ということで、また次回遊びに来てください。まったり見れた、ありがとう、お疲れ様でした。ということで、まべさんもありがとう、こちらこそありがとうね。お疲れ様でした、ありがとう。ではでは、また次回お会いいたしましょう。以上、ミルカでした。ではまた。